バイアリースオレンジバイアリースは、果汁飲料の商標である。1951年発売開始、朝日飲料から発売されていて、今では、同社のロングセラー商品になっている。沖縄県では、アメリカ合衆国による沖縄統治時代の名残から、2014年まで、商標仕様の契約上を沖縄バイアリースが、発売元となっていたが、同社の解散に伴い2015年より、 沖縄県でも子会社のアサヒオリオン飲料を通じて製造販売されることになった。2014年まで別会社から販売されていた名残で、沖縄県以外で発売されているバヤディーソオレンジは20%オレンジ果汁であるのに、対し沖縄県内で発売されているバヤディーソオレンジは10%オレンジ果汁となっており、同じブランドではあるが、全くの別商品とも言える際がある。なお、 オレンジ味、バヤリースオレンジ以外の朝日、飲料製バヤリースブランド商品については、沖縄バヤリースの解散前後より、沖縄県でもコンビニを中心に販売されるようになっている。表記については、当初はバヤリースオレンジという表記だったが、1987年からバヤリースオレンジという表記になっている。マスコットキャラクターは、バヤリース坊やで1959年に登場した。 朝日飲料では1999年に一旦、姿を消したが2002年に復活。バヤディースボーヤオレンジの他に、バヤディースボーヤアップルなどもいたが後に、バヤディースボーヤオレンジのみになり2013年3月のリニューアルで、再びパッケージから姿を消したが、2014年1月のリニューアルで、バヤディースボーヤオレンジが復活した。なお、バヤディースアップルは、リンゴのかぶり物をした。 バヤリィースボーやオレンジがデザインされている。なお、2016年1月にカルピス株式会社を吸収合併したことに伴い、同社から発売されていた果汁飲料、ウェルジエスがアサヒ飲料のブランドとなったが、両ブランドともに併売されている。それ以前からも果汁を絞った果汁飲料というものは存在していたが、すぐに風味が変わってしまうため保存に適さなかった。 それについて19世紀後半になって、フランスの科学者、ルイ・パスツールが、食品の微生物の活動で変質が発生されやすい、という研究結果が発表され、その微生物の殺菌方法などが考案された。1938年に、米国の科学者、フランク・バヤリーが、果汁の風味、香りを損なわないで、長期間保存できる殺菌法を開発した。 米国のゼネラルフーズが特許を買い取り、バヤリースオレンジを発売する。バヤリースブランドのアメリカ国内での販売は1960年代に終了したが、日本とタイの現地法人では、現在も製造、販売が続けられている。第二次世界大戦終結後、新中軍と共にバヤリース飲料が日本に初登場するが、当初は清涼飲料水営業取締り規,規則の、 関係で市販することはできなかった。1949年、戦前から、ソーダ水、ウィルキンソン炭酸などを手掛けていたクリフォード、ウィルキンソン炭酸高専が、新中軍向けの輸入を開始、翌1950年には、ゼネラルフーズと提携し日本国内での製造販売権を取得した。ウィルキンソンは、現役をアメリカから輸入し、兵庫県にあった宝塚工場で、 バヤリースオレンジの生産を行い新中軍向けに供給したウィルキンソン歴史も参照1951年にはアサヒビールがゼネラルフーズとバヤリースオレンジの一手販売契約を締結した製造は引き続き兵庫県西宮市のウィルキンソンの工場で行われ同時にウィルキンソンも自社製品の販売をアサヒビールに委託した翌1952年から 日本人向けに全国販売が開始されると、たちまちヒット商品となり、ジュースブームが起こる。当時は人工甘味料の清涼飲料水への使用が認められていたが、バヤリースはこれらを一切使用しなかったため、公園などの講習の集まる地域では、バヤリースの空き瓶に、アレが群がったというエピソードもあった。ガラス瓶に詰められ 200ml が55円で、 高級な印象が持たれ、大人の主席で子供の飲み物になるような晴れの飲み物であった。1953年には次の3種類のバヤリース飲料が3色の天然果汁飲料と銘打って以下のような産出地表記をつけて発売された。また、国内他社が果汁入り、無果汁の清涼飲料水をジュースと称して販売していたのに対して英語圏のブランドであるバヤリースは 果汁100%使用でないと、ジュースとは呼べないとして、バヤディースジュースとは表現しなかった。には、不統計品類よび不当表示防止法という法律ができ、1968年には、他社の100%果汁でない、ジュースの表示が禁止された。なお、バヤディースブランドの果汁100%ジュースは、贈答用のみではあるが存在する1953年には250。 ミリリットル缶が発売され、長く使われることになるマスコット、オレンジボーヤが登場する。1980年、沖縄県以外の製造、販売、商標権をアサヒビールが取得し、1982年に自社生産開始。1987年商品名をバヤリースオレンジからバヤリースオレンジに変更する。1996年には、 現在のアサヒ飲料からの販売となる。またマスコット、オレンジ坊やは、バヤリース坊やと改名された。1992年、ただしこの変更は、アサヒビールのみで、沖縄バヤリースは変更しなかった。このため、沖縄県では1950年代から現在に、至るまで同じ色と味の製品が製造され続け、沖縄向けのバヤリースは旅行などで訪れた、本土在住者にとって、 昔懐かしの味となった。詳細は、沖縄バヤリース朝貧乳製バヤリースオーレンジとの違いを参照1997年には1732万ケースを販売、その後はキリリ、クー、ナッチャンといった新鋭のライバルや緑茶ブーム等に押され2003年には710万ケースまで落ち込んだ。このため1999年から2002年には、 パッケージの試行錯誤が頻繁になされた。あるペットボトルのパッケージでは、長年使われてきたパレットマークの青色を黄色にしてみた例もあった。2005年、ママズハッピーチョイスを掲げ安全と信頼を謳い、パレットマークを強調する方針を定め、これは現在にも続いている。また近年は着色料の使用や、一時期使用していた合成管味料を再び廃止するなど、 順次リニューアルを図り、2007年の販売数は約1400万ケースまで回復、国内果汁飲料市場のトップブランドとなっている。2009年1月にバヤリースオレンジが改良に伴って中身設計が変わり、オレンジ果汁、みかん果汁混合の20%混合果汁入り飲料からバレンシアオレンジ果汁のみ、使用の20%オレンジ果汁飲料となった。 2011年発売60年である、この年はオリジナルのガラス瓶をモチーフにしたペットボトルを採用しパッケージを一新した。一方、沖縄バヤリースについては諸問題から2014年12月30日をもって営業権をアサヒ飲料に譲渡し解散。沖縄県内向けの製造販売はアサヒ飲料主会社のアサヒオリオンカルピス飲料が引き継いだ。いに示すのは 朝日飲料で発売されている、および、過去に発売された製品である、沖縄バヤリース製の、バヤリースオレンジと、朝日飲料製の、サラサラ毎日をしくトマトの自動販売機における、ディスプレイ2020年1月現在当初は350グラム缶、のみだったが、1992年に350ミリリットル瓶を追加、二千一年三月の再発売時に百五十。 ミリリットルシュパックと1.5リットルペットボトルの2種となり2005年2月の再発売時に1.5リットルペットボトルのみとなった2009年4月の再発売時に250ミリリットルシュパックを復活し500ミリリットルペットボトルを追加したことで3種となった2011年4月改良時に500ミリリットルペットボトルを450ミリリットルに減用し250 ミリリットルシパックを廃止する代わりに新たに300グラムボトル缶を追加した。2012年5月8日には新容量の280ミリリットルペットボトルを追加した。2016年4月改良時に450ミリリットルペットボトルを430ミリリットルに減用するとともに、オレンジリターナブルビーをイメージした形状とし、パレットマークのエンボス加工を施した新型ボトルを採用した。 2019年2月改良時には 430ml ペットボトルが夏季限定となっていた凍結対応仕様を通年化した従来発売されていたバヤディースオレンジ缶のリニューアル品2016年4月の改良によりペットボトルのみのラインナップとなったバヤディースオレンジとは異なる製品設計である濃縮トマト果汁とトマトジュースをブレンドしレモンを加えたトマト果汁飲料 発売当初は 250ml 四パック 350ml ペットボトルも発売されていたが現在は 350g 缶のみ発売当初はオレンジ100として発売されていたが2007年4月3日のリニューアルに伴い改名1 5リトルペットボトルも設定されていたが現在は 200ml 四パックのみ2015年9月1日にリニューアル 発売当初はアップル100として発売。2007年4月3日のリニューアルに伴い改名。2015年9月1日に 250ml シパックのみ改良。2018年10月2日に1.5リットルペットボトルのみ改良。発売当初はグレープ100として発売。2007年4月のリニューアルに伴い改名。発売当初はフルーツ5として発売。 2007年4月3日のリニューアルに伴い解明。2015年9月1日に約8年5ヶ月ぶりの再リニューアルを行う。発売当初は、早春果実とろける桃として発売し、5 0 0トルペットボトルのみの設定だった。また、2006年11月29日には、関東、中部、近畿地区限定で1リットルし、パック、2008年2月19日には9 0 0トル。 ペットボトル、2014年5月6日には 280g ボトル缶が、それぞれ発売されていた。2007年3月のリニューアル時には、新食感果実とろける桃に改名されていた。発売当初は、早春果実とろけるマンゴーとして発売し、500ml ペットボトルのみの設定だったが、2005年3月に、中身、パッケージはそのままで、包装体系を見直し、 250ml 四パックと 280g 缶の2種となった。また、2006年11月29日からは、関東、中部、近畿地区限定で1リットル四パック、2008年2月19日には 900ml ペットボトルも発売されていた。2007年3月のリニューアル時には、新食感果実とろけるバナナに改名されていた。発売当初は、 バヤリースグレープフルーツの商品名で 250ml 缶のみの設定。1983年には S パック 200g を1985年に1 5リットルペットボトルを順次発売した。2001年3月の再発売時には 250ml4 パックと1 5リットルペットボトルの2サイズとなった。朝日飲料100年ブランドを目指す。 バヤディースオレンジのアユミ新発売。朝日飲料株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.asahenryo.co.jp スラッシュカンパニースラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ2019スラッシュピック 09177html2020 年1月26日、閲覧ありがとうございます。